あ、まあはい、今日も張り切ってやっていきましょうか。道場と言動が一致してませんが、ん、もう前回の終わりも戦ったのにまたこいつ、最近マジでどんどん増えてない。カズヤ、最近のビップのマッチングなんて、カズヤカズヤガノンカズヤドンキーカズヤカズヤクッパカズヤサムスカズヤガノンカズヤホムシカカズヤカズヤマリオカズヤカズヤカズヤ、こんなのばっかりじゃないの。さすがに誇張しすぎだが、まあ言いたいことはわかる。よしセーフ、噛み合ってたらアーマーで死んでたぞ今ので。このカードは何回も言ってるように早期撃墜を決めるのが鍵ということで、早速起用に最速ジャンプはガリガリ横スマーくまー、見る分には最高。黙れ。その位置ででかい後突きさらしてたら、そりゃ横 B の餌食になるわ。ちょっと前に行き過ぎてたわね。横スマ先端の前で食ってたらカス当てで済むんだけど、まあいいわ、これでイーブンよ。安心と信頼のクーエムクー前が決まっていくぜ。ところで最近ありがたいことに、配信とかでベレスで勝ちコツ教えてくださいという質問がちょいちょい来るのよね。聞く相手を間違えてる感半端ないがありがたいことだな。でこの類の質問にどう答えるのがいいか考えたんだけど、クーエムをこすり散らかす、これがベレスの勝利への近道です。おい、やっぱりこいつに聞くだけ時間の無駄だぞ。まあまあ話は最後まで聞きなさいな。ベレスのクーエムは言わずと知れた超高性能技、持続たっぷりランディングフォース付きでガード硬直差は9フレ9フレ、そんなに後すきねえのかこのクルクル。例えばこのカズヤのガーケン最速行動はつかみの11フレ、つまりガードに対してクーエムを無料でこすり放題ということです。早いガーケン行動持ってないキャラはクーエムガードしてしまった時点できついんだな。だからこんな感じで上からクーエムを露骨にかぶせまくっても相手は何もできませんよと。知ってなこれ。そしてある程度ダメージが溜まったら、どんどんどんドンキーとしたスマナドをかなしておしまいです。アホさあ、このローリスクなクーエムで序盤中盤のダメージ稼ぎ、さらに終盤は下スマ横スマ DA などに繋がって撃墜も可能。この万能なクーエムからどれだけリターンを取れるかで勝率が大きく変わるのよ。まあクーエムが大事なのは事実なんだが、お前の動きは汚すぎる。そして相手は英傑リンクね。優秀な玉キャラだからベレス的には嫌な相手だな。こっちの弓より向こうの弓とブーメランの方が回転率はるかにいいという悲しみ。ベレスの弓ももうちょっと回転率上がったらキャラランク変わると思うんですが、ダメでしょうか。無理なんだよおっしゃる。なんでやねん。あとの DLC の方が100倍好き勝手やってるのに、そっちはいいんですか。いいのだ。ふざけるな。総同士の相手に喧嘩ふっかけてんじゃねえよ。さて試合に戻るが、横スマを決めたりしてこっちのペースだな。待ち合いをしても無駄だからどんどん攻めていくわよ。そして相手のダメージが程よく煮詰まってきたら、どんどんどんドンキー。相手行動できたのに棒立ちで食らってて、さ相手の思考をバグらせる下スマホールドは最強。あと対リンクは注意点が一つあって、リンクは発生7フレのガーケンウェディがあるから、ベレスのクーエムに対する明確な回答があるのよね。じゃあ特に撃墜隊はクーエム来るの気をつけないといけないんだな。でもここまでの内容を見る限り相手全然対応できてないので、これならこすり散らかして OK です。 OK じゃねえよ。どん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 、いい加減にしろやこのクソボケ。何よ、せっかく視聴者にベレスの答えを教えてあげてるのに、こんなのが答えであってたまるか。そしてせめて画面は見ろや脳筋巫女が。行くわけねえだろうが、最近だけで陰キャ戦法まで覚えて見栄え最悪だぜ。しかし普通にマジレスされてしまったわ。そろそろ真面目にやらねえと足元を食われかね。やったぜ。おっと次の相手はあれね、打ち回避弱弱こすりの化身、クーエムこすりの化身のお前と良い勝負になりそうだな。はあ、こんな存在自体がこすりと同義のキャラと一緒にしないでくれる。しっかしテリーとかを見てると、 DLC 第1弾が出た頃のアルセーヌジョーカーの火力ヤバい、勇者の運ゲーヤバい、テリーの超必殺ヤバいとかで騒いでた時期が懐かしいわね。あの頃のスマブラは楽しかったのに、今はなんでこんな環境になってしまったんだろう。カズヤばかりの環境で鬱になってるじゃねえか。そこで思ったんだけど、前に NHK を受信しないイラネッチ系という機器が話題になってたじゃない。そこでカズヤ使いとのマッチングを防ぐ、カズヤイラネアッチー系という機器を開発したらウケるんじゃないかしら。どうやって実装するんだよそんな機器。開発してくれたら300万までなら出します。どんだけカズヤと対戦したくねえんだよ。序盤に縄張りバルバロッサに戦いを挑むくらい。それは対戦したくねえな。そしていつもの下スマは外れ。あと一発でパッパパワータイムに入るし、次で決めたいところ。はぁ、あ、お互い絶妙なすれ違い方してて、草バトル漫画だと次のページでどっちかが倒れてそうな構図ね。どんどんどんドンキー。まあ、伝わるのはてめえの方だけどな。さっき外したのに証拠りもなく下スマをパナすな。これぞ勇気のトライフォースがなせる技。何も考えずに気持ちよくなりたいだけだろうが。かかってきな。うわこいつまた。よし来た。黙れ。またねー。また絶妙な外し方してるのほんと草。ってあれ。はい実質メテオ成功。そうはならんやろ。ドンキー。ドンキー。はいこれで 70%。ええー、おかしいよ。
崖下からの上 B コンボ2回だけでこの火力ってふざけてんのかこのキャラ。崖橋で弱やら下強をこすってきがちな格ゲー勢には、大真面目にこの崖下上 B 戦法刺さるのよね。おまけにテリーって崖つかまりに当たる技全然ないらしいし、崖下上 B でイモられるの地味に鬱陶しそうだな。どんどんどん。うっそー。下スマかと思った。残念横スマちゃんでした。さっき下スマで撃墜したからそれを嫌って外側転がりするよりの横スマ。やってることがノンの援護クアップと同じなんだよな。次の相手はパックンだぜ。運気動力ないし弓で巻き勝てるからこっち有利だと思ってるんだけど、なんか謎の苦手意識があるのよね。まあパックン使いみんな職人って感じで上手いからな。初手クエヌを上から被せようとしたけど鉄球に阻まれ失敗。パックンは鉄球や上スマなど上方向に対する迎撃力高いし、安易に差し込むと返り討ちに合うぜ。そんなクエヌこすりゲーミングはやめろって言うんですか。あ、さっさと引退しちまえそんなもん。さっきから当たりそうで当たらないな。ウェリークーした。これくらい空気を読んで当たったことにしてくれませんかね。そんなんじゃあなた社会でやっていけませんよ。システムに対して何を説教してるんだお前は。また上からのグーエヌかぶせを迎撃されて嫌な流れ。そしてパックンを得意の崖狩りのターンだぜ。ベレスだけ上がり強いと言えないからこれがめちゃくちゃ辛いのよね。うまいパックン使い相手だとマジで死ぬまで跳ねられることもザラだよな。勇者のルーラが羨ましく思う瞬間ナンバーワンね。どっちも使ったことないがその対面だとパックン強み活かせなくて辛そうだな。はい出ましたいつもの。ふふ兄に復帰阻止に来たらこれで返り討ちよ。頭上が無防備なパックンの復帰にかなり刺さるぜ。やっちまったぜ。何ボケット食らってるんだよ寝てんのかお前。いやさっき阻止を返り討ちにしたから油断してたわ。そしてこの人ちょいちょい下 B を使ってるわね。下 B な急に来られると冷静に対処するの難しいよな。迂闊にガード張るとガークラされるし慌ててる間に被弾しちまうぜ私は。そんなマリサに朗報。ベレトスにはあの下 B に対するとっておきの非容疑があります。うわすって嫌な予感。ジオーダーアクティブパニッシュメント。にちゃー。もうにちゃーの人の動画で見たことあるぞこのネタ。いやこれ自分も試しに導入してみたんだけど、普通に実戦で何回も決められるくらい実用的な対策で驚いたのよね。距離がある時なら外してもリスクは低いし、当たってもアーマーでゴリ押しできるし理にかなってるのか。多分アイムルーを一番実用的に狙えるのこいつなんじゃないかしら。さて1スト2スト目はいい感じで撃墜できたんだけど、3スト目は少し苦戦気味。 5% になってくるとクーエヌ下スマとかは決めにくくなってくるぜ。しかしベレスのクーエヌは 5% の時でも大活躍。クーエヌ下強空へ。おしゃれなやつが決まったがパックンは重いから足りないぜ。この見た目でリドリーより重い体重9位という事実、それに関してはリドリーが軽すぎるだけな気がするぜ。そして最後まで頼りになるのはクーエヌからの DA。 結局最後はクーエヌからの撃墜タクの押し付けで決まったぜ。ということでベレスで勝つには1にクーエヌ、2にクーエヌ、3にクーエヌ、クーエヌからリターンを取っていくことを意識しなさい。言ってることは正しいんだが視聴者のみんなはこんな汚い動きは真似しないでくれよな。ご視聴ありがとうございました。